皆さんこんにちは、荒木真理子です。今日は富士宮市にやってきました。富士川サービスエリアから車でおよそ30分、少し標高の高い場所に来ています。さあ、今月のテーマは暑い夏にグビッと飲みたい静岡食材×クラフトビールです。今年も猛暑が続いてますから、もう早くビールが飲みたいです。さあ、今日お邪魔するのはこちら、富士山ハンターズビールということでね、かなりその自然と融合した外観ですけども、かっこいいですね。あちらでしょうか。早速行ってみましょう。今回荒木さんが訪れたのは富士宮市大鹿久保にある富士山ハンターズビールです。こちらは自然豊かな土地で自家栽培にこだわり、素材の持つ特徴を最大限に生かしたクラフトビールを製造しています。いらっしゃいました。富士山ハンターズビールの代表の深澤さんですか。あ、はい、深澤です。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。こちら自然と調合したすごく素敵な雰囲気ですけど、ここでビールを作ってるんですか。あ、はい、ここで作ってます。中でどれぐらいビール作りはされてるんですか。ここで自社醸造が2018年からなんで7年目になりますね。じゃあそのビール作りで特にこだわってる部分ってどういうところですか。あ、もうね、普通はやっぱほら輸入原料のものを使うのが当たり前なんですけども、まあ、できる限りもう自分たちの手で作ったものだとか、あとはもうね、自然にいろんなものがあるんで、それを有効利用したり、まあ本当そういうこだわった顔が見えるものを使ってね、ビール作りたいなと思ってやってます。わあ、ちょっとますます楽しみになってきたんですが、そのこだわりのビールちょっといただいてもよろしいですか。はい、はい、お願いします。お願いします。さあ、早速おすすめの一杯出していただきましたが、こちらちょっとビールとしては珍しいボトルの形ですね。はい、高級感、出してるんですけども、素敵なラベルでおしゃれですけど、はい、サイズも結構大きめですね。あ、そうですね、じゃあ早速いいですか、飲ませていただいても。はい、それでは早速絶品のクラフトビールをいただきます。ではいただきます。はい、どうぞ。すいません、私だけいただきます。味わいがちょっと深いですね。いや、複雑だと思う。うん、はい、すごく美味しいですね。いや、この自然の中で飲むとより一層美味しさを感じますね。 ありがとうございます。うん、こちらのビールを作ろうと思ったきっかけはあるんですか。あ、このビールですか。はい、あ、もうね、いろんなビール、まあ、社外生産とかで作ってきたけど、やっぱこう自社原料のねやつが、まあ、やっぱもう痺れるぐらいうまかったんですよね。もう、はい、これは飲んでいただかないとって思って。うーん、はい、あ、じゃあいろいろ作る中で生まれたこの一杯なんですか。そうですね、確かにすごくなんか深みがあって芳醇で、でもまろやかで、なんかいろんなお料理とも合いそうですね。いや、そうなんですよ、何でもいけると思います、これは。この原材料もすべて自家栽培とおっしゃってましたけど、はい、その麦やホップっていうのはどこで作ってるんですか。あ、もう後ろのこの一帯がそうですね。あ、もうこちらですか。すごい、今はもう収穫をされた後っていうことですよね。はい、あ、そうですね、麦を栽培して、ですぐ田んぼにして、今は水稲栽培ですね。で、また稲を買ったら麦をまいてっていう、風にやっております。いや、こんなにこの原材料まで目に見える場所にあるっていうのはなかなかないですよね。あ、だと思います。いや、すごいですね。確かにちょっと他には真似できないビールなんですね。ね、同じことやってももちろん違いますからね。ね、やっぱここの水で、ここの農産物でっていうのがね、はい、まあ、ワインとかでいうとテロワールっていうんですかね。やっぱりそれが楽しさでもあるビール作りの。そうですね、ね、見えるものがお酒になるって楽しいじゃないですか。はい、そうですね、もう大人のなんかロマンっていう感じですよね。今
今日は本当に貴重な原材料を使ったクラフトビール飲ませていただいて、本当に芳醇でまろやかで美味しかったです。ありがとうございました。たくさんの方気になっていると思うんですが、こちらの商品はこの直売所はもちろんですが、他はどこで買えるんですか？市内ですと富士宮の浅間大社の西門の目の前に直営のビアバーがあって、そこで酒販もしていたり、はい、あとは、市内市外あちこちになるんですけども、うん、小売店だとか、酒販店さんに置かせていただいてますね、はい、インターネットで、オンラインショッピングもできるんで、はい、そちらの方でも買えます。結構そのリピーターの方も多いんじゃないですか？ありがたいですね。なんか一度飲んだらまた飲みたくなる、そういったお味でした。 ありがとうございます。はい、今日は富士山ハンターズビールの深澤さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。